こんにちは、ビアンカのドクター木田です。今日はですね、僕のヒアルロン酸の症例について解説したいと思います。今回の方はですね、30代の女性の方で、お悩みは二重が安定しないとのことでご覧されました。術前の写真がこちらです。ご覧いただいた通り、特にですね、左の目が、くぼみが強くて、やや二重の入りが悪い状態になっていることがわかります。で、実際ですね、このように目がくぼんでしまうことによって二重が安定しないということになってます。なので今回ですね、目の上のヒアルロン酸でですね、ボリュームを補ってあげることによってくぼみ目を改善し、二重幅を安定させるということをしました。術後の写真がこちらになります。術直後なんですけれども、くぼみ目が改善することでですね、目の開きが良くなって目がパッチリ開いているのが分かります。ビフォーアフターの動画がこちらになります。明らかに見比べると目の開きが改善しているのが分かります。このようにですね、くぼみ目が原因で二重が安定しないという方がいます。同じようなお悩みの方がいらっしゃいましたら、ヒアルロン酸で目の上のボリュームを補ってあげることで二重が安定し、目の開きが良くなることがありますので、お悩みがお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひビアンカクリニックにてお待ちしております。この動画が参考になった方は、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。